BRDM-1 はソビエト連邦製の水陸両用型装甲、偵察車両である、とは装甲偵察紹介者の略である。1954年より合力自動車工場によって開発され、1957年に正式採用された。約1万両が生産され、ソビエト連邦軍では1966年までに後継の BRDM-2 に更新されたが、 2009部隊などでは1970年代を通じて現役で用いられており、現在でもいくつかの国で600両ほどが現役で使用されている。なお、正式名称が BRDM-1 とされたのは、後継の BRDM-2 が採用されたためで、BRDM-2 の正式化までは単に BRDM と呼ばれており、BRDM といえばこの車両のことであった。 また、BRDM の基本構造の一部は、BTR-40 の車体構造をもとに開発されているため、当初は BTR-40P と呼称されていた、船体系の車体を持ち、車体全部の収納式なキ切り板と後部の、ウォータージェット式推進装置により、水上航行が可能である。特徴的な構造としては、前後主輪の間に必要に応じて下ろして使用する4つの、 補助輪がある。普段は収納されているが、軟弱な地盤など悪路を走行する際に下ろして使用することにより、走破能力を向上できる。他のソ連製の装輪走行車と同じく、タイヤの空気圧を車内から調節できる。オプションに、夜間暗視装置がある。BRDM-1957 初期、生産型、オープントップ式の戦闘室を持ち、屋根がない。 ごく少数が配備された。当初の名称は、BTR-40P、BRDM-1958957 型の改良型、密閉式戦闘室に変更された。当初の名称は、BTR-40PA、BRDM-1959958 型の改良型、機関銃用の炭素重化が、 戦闘室全部に装備された。重火は1958型にも追加で装備されている。b r d m 1 9 6 0 1 9 5 9型の改良型、単装重火が全面一気に加え戦闘室の左右にも装備された。1958、1959型の大半も同様の改装を受けており、BRDM-1 としては最も、 一般的な形式である b r d m 1有無線装備が強化された戦闘式車両 BRDM-RK1NBC 検出車すべての作業を車内で行うことができる。車外にある3つの箱型の構造物が特徴 2P273 連装の 3M6 種名り対戦車ミサイル発射機 2K16 を搭載した対戦車車両発射機は 昇降式で収納が可能。2P322P27 と同じく、昇降式で収納可能な4連装 QM17 ファラーンが対戦車ミサイル発射機 2K8 を搭載した対戦車車両。発展型に 2K8 ファラーンが M 発射機を搭載した 2P32M がある。QP112P272P32 と同じく、 昇降式で収納可能な6連装 QM14 マリュートか対戦車ミサイル発射機 QK14M を搭載した対戦車車両。車外上部に DSHKM12.7mm 重機関銃を搭載したものもある。2P27、2P32、QP110 の各車はいずれも西側では BRDM-1 アテクと呼称された。 BRDM-1 の運用国側は、現役運用国。赤は以前運用していた国。戦闘偵察証会社の略とする資料もある。ありがとうございます。